これは私たちがポケモンバトルレボリューションという名前で呼んでいるソフトのデモムービーです。このソフトは DS と Wii がつながる遊びの第1号となるソフトで、ダイヤモンドパールのポケモンソフトを差し込んだ DS をコントローラーとして使い、手元の DS カード上のポケモンを Wii の画面上に 3D で実体化させてバトルを楽しむソフト。このソフトではダイヤモンドパールの新ポケモンを含む全ポケモンを 3D で表現して、ダイヤモンドパールとつながり、 DS で育てた自分のポケモンで友達とはもちろん、ゲーム内のコンピュータープレイヤーとも迫力のバトルを楽しんでいただくことができますし、また Wi-Fi 接続を使った仕組みにも対応を予定しています。このソフトはポケモンダイヤモンドパールの発売から間もない年内に発売したいというふうに考えています。